武蔵ドリームチャンネル、いいよいいよということですね。はい、では今日はですね、この長胴太鼓と短胴太鼓の違いについて説明していきたいと思います。はい、はい、まあ、そもそもですね、この長胴太鼓の長胴とは何ぞやというような、疑問が湧いてくると思うんですが、まあ、この皆さんがですね、和太鼓と呼ばれて、まずイメージするのは、まあ、まずこの形のこの太鼓だと思うんですね。これはあの宮太鼓って言ったり長胴太鼓って呼ばれたりする、種類の太鼓になるんですが、まあ、こちらの長胴の長い胴というのはそもそも何に対して長いのかというところですね。はい、でこれに対しての、一つの、まあ、答えというかですね、この皮の直径ですね、これが、これは一尺六寸と呼ばれるサイズの太鼓で、まあ、あの今でいうと約48センチですね。48センチの長さがあります。48センチですね。そしてそれに対してこの胴がですね、これは、まあ、あの大体あの56センチから58センチぐらいですね、胴の長さがあるわけですが、なのでこの皮の直径の48センチに対して胴の方が長いわけですね。なので長胴というふうに呼ぶという、定義ですね。はい、そしてこちらの太鼓、これは短胴、まあ、あの平べったいので平胴と言ったりもするんですが、これもこの皮の直径は約48センチですね。そして、そうこの長さですね。でこの胴がこれ20センチですね。はい、まあ約20センチなので、皮の直径48センチに対して胴が20センチなので胴が短いんですね。なので短胴って言ったり、まあ、こう平べったいんでその形の形状を見てね、平胴って言ったりするということですね。この長胴太鼓と短胴太鼓、まあ、違いといいますね、定義というところを説明してみました。まあ、なるほどと思った方はいいねですね。そしてちょっと違うなと、あとなんかね、この深い知識、まあ、あの太鼓をね専門にやってる方なんかこう深い、また知識なんか ありましたらですね、ぜひコメントの方をいただけましたらと思います。ということで長胴太鼓と短胴太鼓の違いについてでした。